選手っていうこの眉毛かっていうのこの名前をどう感じているのか、うん、恐れずにね、そうですね、立ち向かう通りのプレーで、はい、まあでもその眉毛か選手もですよ、これ負けてしまってはもう、そうですね、代表に入れないわけですから、はい、今まで何大会連続で出場されてるんですかね、そうですね、17、18と連続世界ファイナル出てますから、昨年のあの大舞台も知る男ですから、そうですね、3年連続を狙っていると思いますから、さあ、注目の一戦始まりました。眉毛か選手が左から右にエンドを取ります。そしてカーリー選手が右から左へ、共に使っているチームはアーセナルです。フォーメーションをご覧になっていかがでしょうか。お互い 4-3-3 なのかなという感じですね。おそらくカーリー選手はおそらく 4-3-3 で、ボランチに、ね、コラシナツを打っているあたりがこのカーリー賞ですね普段は左サイドバックの選手なんですけど、これはどういった狙いがあるんでしょうかね。まあ、おそらくなんでしょうか、ね、対人に強いのでコラシナス選手は、ボランチ向きな能力なんですよね、はい、スピードと、まあ、身体能力というかですね、体の強さ、そのあたりを買ってというところでしょうか。そう、ニアでニアサイド狙ってきて、繋いで打ってきた、ボール1個分でした。はい、この試合はおそらくキーパーチェフですね。チェフですね、はい、あ、これはチャンスだ。逆サイド相手から打ってくるか。これはしっかりとディフェンス対応しました。さあ、速いパス回しから、眉毛か選手つないでいきます。右サイドから非常にリズミカルなパス、気持ちいい音楽ビート感を頭で決めるような、決まった、ゴール。先制は眉毛か選手。ランドゴーの連続ですよね。そこから急に中に入ってきたので、少しカーリー選手なかなか中の、ね、ケアできていなかったという感じですね。今カーリー選手はマニュアルキーパーで、あ、もうこれはコースを、はい、自分が逆を抜かれてしまったという、左側を前田選手も見てましたね、それを、はい、ついでだと思います。さあ、14分、試合が動きました。1対0、先制は眉毛か選手です。さあ、カーリー選手、右サイドからイオビのドリブル、中へのパスは通りません。これでも気持ち的に眉毛か選手大きいでしょうね。いや、惜しいですね今のは何もない、何なんでしょうシミュレーションじゃない、シミュレーションですよねPK ある種のシミュレーションですさあ、ウェルベックから追いついた、ダイレクトで中がなってきました。これはさあ、右サイドからイオビー、縦へのボール、お、これはさあ、前3枚います。中、浮き球を入れてきたが通りません。少しここカーリー選手の中盤空いているので、そうですね、気をつけたい、気をつけたいですね。コラシナツからイオビ、惜しいわけですね。お互いここの中盤の守備うまいですね。決まった、ゴール。いや、あっという間の2点目です。さあ、今のシーン、ここでボールの、ね、まず取り合いから始まっての、これ一瞬入ったんですよね、中盤のスペースが。はい、中盤の選手が1人ここでフィルターがいないと、もうディフェンス CB の選手たちだけじゃ守れないっていう、このレベルになると、後ろ4枚は一応いるんですけど、やっぱりその前のボランチのフィルターの役がいないと、やっぱり前川選手攻撃止めるの難しいのかなっていう感じですね。さあ、2対0です。カーリー選手攻撃力ありますからね。
繋いで内子らしの力浮き玉、この横へのボールが取られると危ない。右サイド変化球からドリブルで中を伺う、いいところ入れますね。イタリアンから中に入れるか、これは通りません。これはでもソビア選手、はい、今の1点はマヤゲカ選手からすると非常に大きな1点になるでしょうね。大きいでしょうね。そしてまたこれが自分らしくねプレーをさせるきっかけにもなってしまうというところからすると、はい、カーリー選手からも失った大きな1点かもしれません。マヤゲカ選手はもうゴールを守ればとりあえず OK なんで、ね、そういうことですね。そうね、から中もあるが打って、あなんという落ち着きっぷり。決勝怖いぐらいですね。そうですね。今のもしっかりキーパーの動きを見て、あえてスピードゴール前で落として動きを確認してちょっとここスルーがねまずうまかったんですが、ここからこのワンタッチですね。あれですね、おそらく R2 入れていると思うんですけど、あそこのねワンテンポずらすフェイクがこれでまず持ちます。ワンタッチって右足で、これアシューラが多分おそらく入るんですよね。これがですね、はい、R2、 そうですね、これがあの間合いをうまくキーパーを動かす、そうですね、動かして、うん、さあ3対0となりました。点差が大きく開いている前半38分です、まあ、カーリー選手からするとまずは1点というところですね。そうですね、はい、うん、自分らしさというところがどうですか、ここまで出せてますかね、攻めにおいて。少しね前川選手はこの中盤のハードな守備に少し苦戦しているのかなという形ですね。ここですね、ここで行っているのがイオビー選手なんですね。これ中盤の選手でして、うん、あそこで中盤である程度守らせておいて最後パス出させたところにディフェンスを選手でクリアっていう、非常に理想的な守備をしているのかな、お手本ですね、はい、できる限り中盤の選手、できる限り多くの人数の選手で守るっていうのがやはりウィニングレベルって大切なので、うん、逆にこの位置カーリー選手としてはボランチで守って、はい、なんとか4枚は後ろに残しておきたい。そうですね、ただあれなんですよね、この 3-0 っていうのがボール取りに行かないといけないっていう形なので、さあこれは奪って前を向いて、うん、ここでホイッスルです。さあ前半3対0というスコアです。ポゼッションは 53% と 47%、 3% のヤギカ選手が上回っています。エンドが変わりまして左から右に攻めるのがカーリー選手、右から左に攻めるのがマヤギカ選手です。ここのね、このディフェンスラインとボラン中盤の密集具合がマヤギカ選手の高いですよね。ディフェンスはやっぱ違いますね、はい、ディフェンスに勝てる、そうですね。いやこのトラップスは絶妙で、やばい、えぐってきてドーン、4-0 です。決まりました、4点目。非常に今のもスキルフルなゴールでした。おしゃれな勝負好きです。さあ、まあ、まずこのターンがうまかったんですけどね、クロスボールを上げるってあたりが、そうですね、ここで、ここのワンタッチですね、はい、そうですね、ここで正面にあれをすることによってより高度な、あの高度なパスの精度が、そうですね、上がりますね、うん、最後のあのチョンパスはあれは何で出してるんですかね。あれはおそらくマニュアルですね。マニュアルパスです。さあこれ 4-0 となりますとカーリー選手としてはもう前に行くしかないですが、そういうことですね、前がかりに前がかりに、うん、少しねディフェンスがはまってないのでそこが辛い部分ですね。とはいえまだシュートまでね、そうですね、いけてないので、このリスタートでチャンスを打って、いやーうまい、いいドリブルでした、右サイドからの仕掛け。マヤギカ選手は大きくコートを使ってきます。
締めていいチェックボタンですか。あのディフェンスの枚数、そうですね、もう前田選手コンシール下げてますからね。そう、ニア上手いですね、この辺りもね。ここで取りたいっていうところ絶対キープされますよね。普通ね、引っかかってくるんですけどね、こういうところで。そうです、おっと、さあ、縦へのボール。そうですね、ここのね、ここですよ ね、 ここね、今の中盤の守備ですよね。その足出し繋いで、オバメヤンターンをする。さあ、うまいことワンツー。おー、いいタイミングで、いやもうこの2人の選手だけで綺麗に網目を抜けていく、このマヤゲカトリック。攻撃にあれだけの技量があると守備に人数割いても問題ないって形で、そうですよね、あの人数で崩せてしまうともう、はい、相手からするとちょっとどう守ったらいいんだ、そしてどう攻めたらいいんだという、マヤゲカさんだからこそこれができるって感じですね、このフォーメーションで、この戦術で攻守の役割だと。普通ね、4-0 で引き気味になるともう少し防戦になるんですけれども、この人数でもまだ攻めてるという。そうですね、クイックで選手交代をして、細かなコンセプトアレンジも行われています。カーリー選手からするとなんとか1点は取りたいですよね。はい、今後のね、ウィリ人生においてもね、この20分っていうのはすごい大切になってくると思う、大切にしてほしいですね。できることなら僕だったらですけどね、一般人の僕からするともここでコントローラーを置いてしまいたい。ダメです。そう、ある意味本気の前川選手と戦える機会ないですよ。そうですよ、僕も公式戦では、公式戦では一度も前川選手は当たらなかったんで、僕も対戦できてない、経験できてるんで、川井選手、おっと、浮き玉。さあ、この辺りリズミカルのパスマッシュですが、ちょっとパスが通りません。そうですね、さあ、しっかりと時間を使ってきます。少しそうするとソフィア選手の印象からしても、はい、マヤゲカ選手のプレースタイルっていうのはペスリーグの2018とこの2019、1年でちょっとこう変わった部分も見られる。あ、そうですね、少しなんですか、攻撃に重点を置いているのかなっていう。で、守備は逆に自分のこのなんですか、プレイヤースキルである程度、まあ、またその逆もできたりっていう形でして、そのあたりうまく使いこなしているのかな。スカーズからは残すところ1メートルになったわけですから、なんとかね、と最後に、あーっと、これはカーリー選手らしいね、この3トップとトップ下をうまく使いながらってところでやったんですけど、この辺りもワンツーで効率的に相手陣地、相手陣地へと入っていきます。テクニックはね、生まれてるんですよね、すでに3トップ入った時には。絶対ボールが当たっちゃうんですよ。そうですね、3トップ入った時にはネットパスしか、ネットパスがネットを潰されて縦が、ね、なかなかいけないっていう、ここですね、ここですね。おー、うまい、どうする、オフサイドか、惜しい。まあ、出なければもう空いた形、個人技で突破するか、ね、1枚かわしてこないと次にいけないというところですよね。なかなかその選択肢がない状態なんですよ、もう
一択しかなくて、そこにもう出さざるを得ない。いや逆に言うと出させてるのに、マヤゲカさんが仕掛けているとも、はい、もうそうなるとマヤゲカさんの受注にはまってしまうというそうですね、そうですね。さあ今ホイッスルが鳴りました。マヤゲカ VS カーリー、勝者は